ジアップスプラトこの番組はチャンネル銀河 MTV 他の提供でお送りいたします。Gアップスプラウトはラジオは FM サルース、FM 品川、テレビはイツコムチャンネル10で同時に生放送中です。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜はセントフォーススプラウトの山本梨沙と尾形アンナでお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、アンナちゃん初出演ですね。緊張してますか？はい、結構緊張してます。今日は楽しんでいきましょう。はいはい、では初出演のアンナちゃんのことを知りたいので、早速ですが30秒の自己 PR をお願いします。はい、はい、準備はいいですか？はい。はい、はい、行きましょうか。はい、はい、それでは30秒スタート。はい、中央大学2年生尾形アンナです。福島県出身で食に関することが大好きです。うん、一番好きな食べ物はラーメンで100軒以上のお店に行きました。今はコロナ期間でマスクができるので、いつもニンニクマシマシで食べています。うん、得意料理はタルトです。ただ食べ過ぎてしまうので、ミスコン前はマイナス10キロのダイエットをしました。本日も笑顔マシマシで皆さんと楽しい時間を共有できたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。おすごいぴったり。結構準備してきたんですか？いや、電車で一生懸命考えてました。いや、もうパーフェクトです。ね、はい、まさかね、前日にね、自己 PR が全く考えつかないってツイートしてた。全く思えないですね、尾形さんね。私も見ました、それ。でもあれで皆さんがラーメンのことがいいんじゃないとかいろいろヒントをくださったので、みんなその知恵が入ってるんですね。はい、いや、いいですね。まだまだ知りたいですよね。知りたいです。はい、なので今から私が10個の質問をしますので、はい、テンポよく答えていきましょう。はい、いきますよ。はい、質問スタート。はい、出身地は？福島県です。趣味特技は？ラーメンとカラーガードです。お尊敬する人は？両親です。好きなアーティストは？バックナンバーラッドウィンプスドリカムです。あ、いいですね。得意な早口言葉は？炙りカルビ。お、私山本梨沙の第一印象は？ショートカットでお上品に見えるんですけど、すごい活発そう。あ、嬉しい。自分のことを一言で言うと？一直線。好きな映画は？きっとうまくいく。自分を野菜に例えると？玉ねぎ。将来の夢は？誰かの支えになることです。かっこいいですね。いろんなね、気になることがありましたね。はい、まず、うん、私特技の、はい、趣味特技のカラーガードって気になったんですけど、はい、コテキ隊みたいなのがあるんですけど、それって金管楽器と打楽器、そしてピットっていう木管を演奏する方たちと旗とかリボンとかフラッグを振るんですけど、そのカラーガードを小学校の時からやっていて、はい、今もやってらっしゃる？今はやっていないんですけど、あのミスコンの特技披露でもカラーガードを。そうなんですね。じゃあ見たことある人もいるってことですね。いらっしゃいます。いいかな、今日はね。いいな。なめろさん、カラーガードってね、はてなまぐってたけどね。そういうことですよ、なめろさん。いやね、あとなんか何、早口言葉得意なのは炙りかぶり、え、炙りカルビ、炙りカルビ、あ、炙りカルビ、短いなと思って今さ。俺が言ってなかったけど。3回言ってほしかったかも、ね。炙りカルビ、炙りカルビ、炙りカルビ。お、すごい。それはもう得意ですね。得意ですね。でも好きなのラーメンなんだよね。はい、カルビじゃないの。で、はい、自分のことを一言で言うと一直線っていうのも気になったんですけど、はい、なんか好きなこととか、うん、好きなものに向かって何でも一直線に向かっていけるタイプなので一直線にしました。いいですね。はい、じゃあミスコンもその一直線の感じ一直線で頑張りました。なるほどね。はいはい、あれですよね、山本梨沙さんの第一印象は何でしたっけ？はい、ショートカットで上品そうだなって思ったんですけど、すごい活発そう。あの、ね、ハンドボール、あ、そうなんです、そうなんです、の投稿を見てびっくりして、こんなお上品な感じなのにと思って。お上品って言われることないんだ、嬉しいです、ね、本当ですか？なんか黒のタートルネックに金のネックレスはできる女っていう感じ。今日もね、
ちょっと恥ずかしい、ね、恥ずかしいでございますね。あれ、あとは何ですか、野菜ですか、野菜何でしたっけ、はい、玉ねぎ、玉ねぎ、なんか結構コミュニケーション能力がある方だと思っていて、うん、誰にでも合わせられるの で玉ねぎって何の料理にでも使えるので、うん、その意味で玉ねぎにしました。確かに。ね、はい、いろいろね、あれですけど、尊敬する人ご両親ということで、あれですか、はい、福島の。そうです、はい、福島のご両親が。ご両親。今日もね、聞いていただいてますかね。多分。多分。お父さんとお母さん本当にね、すごいですね。でもあれですね、あのこうやって見るといろんなねことが分かりましたけども、はいはい、あれですよね、あの尾形さんはミスコン、そう、ね、今年、はい、どこミス、中央林間でしたっけ、中央大学、中央林間、中央林間、それ伝達してんだね、はい、中央って聞いたら林間かなと思ったけど、中央大学ね、はい、センタービレッジね、はいはい、見事グランプリに輝いたということで、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、皆さんもありがとうございます、はい、どうでした、ミスコン期間中は。楽しかったですね、楽しかったですか、本当に、はい、いろいろな経験ができて、はい、本当に挑戦してよかったなって思いました。いいですね、なんかきっかけとかあったんですか。もともとミスコンが大好きで、うん、その、はい、なんか本当に大好きすぎて中央大学に来て、それで最初は運営やろうかなって思ってたんですけど、うん、ちょっと予定が合わなくて、うん、それでもともと医学部目指して浪人してたんですけど、はい、そのそれが目標がなくなっちゃった時だったので、うん、なんかないかなって思ってる時にお声かけいただいて、その新たな目標ができたので、それこそそのタイミングでダイエット始めたりしました。あ、そうなんですね、はい、じゃラーメンもね食べずに、ラーメンは食べながら食べながら一番天敵ですよね、ダイエットのね。そうなんですけど、そのために毎日 2,3 時間運動しました。なるほど、ストイックに、はい、一直線ですね、はい。ちなみにあれですか、麺はあれですか、やっぱ一直線な麺が好きなんですか、縮れ麺なんですか。あ、福島は縮れ麺なんですけど、私はストレートが好きです、はい、一直線なもので、はい、ということでございますね、はい、前回は岡田智美さんと佐川樹里ちゃんでおすすめのカレーをプレゼンしていたんですが、はいはい、聞きました、聞きました。アンナちゃんは好きなカレーありますか。私はバターチキンカレーが大好きですね。辛いのがダメなんですよ私、うん、だから甘めの、はい、バターチキンが大好きです。甘めのバターチキンは、え、山さんはどうですか。私はあの母が結構シャバーいカレーを作るので、スープカレー的な、はいはいはい、シャバーいカレー好きです。シャバーいカレーいいですね、お母さんのシャバーいカレー食べたいですね、はいはい、今度持ってきてください。あ、持ってきます、ね、バレンタインにでも、あ、カレーで、まあ、そういうことでね、僕毎日カレー作ってますけどね。あ、そうなんですか、はい、無水カレーをいつも作ってます。無水カレー、お正月から。じゃあココナッツミルクとか。あ、じゃなくてトマトだけですね。トマトだけ、すごい、すごい、そんなことはどうでもいいんですけど、ね、ヤマさんね、はい、先週でしたっけ、なんか大変お疲れでしたと。あ、そうなんです、福娘様、はい、行ってまいりました。はい、なんかコロナで結構人がね、うん、いらっしゃらないかもってことだったんですが、うんうん、はい、割とね、多くの方が参拝にいらっしゃっていて、はい、ちゃんと直接こう相手の目を見て、はい、皆さんの笑顔を見ることができて嬉しかったなって思ってます。あの、はい、紫のねお着物がとてもいいですよね、似合いそう、ね、すごく鮮やかな色でしたよね。そう、頭にねお花もつけてね、あれインスタグラムに載ってるっけ、あれって。そうです ね、 ね、インスタグラムにもツイッターにも載ってます。 あ、 そうだ、ね、あとの G アップのツイッターにも上げてくれたよね。あ、上げました、告知のやつで。そうです、そうです、上げてくれてね、はい、とてもね綺麗だね、なかなかねできることじゃないですか、すごい記念にね、す、はい、すごくいい経験になりました、はい、ね、ラジオのリスナーの方もなんか来ていただいたということですよね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、でアンナちゃんは、うん、はい、私気になったんですけど、はい、放課後プラネット、あ、そう、ブランケット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 、あったかいやつね。それ俺がボケるやつ、ね、もらっちゃいました。そうなんです、YouTube をやっていて、うん、はい、3人でやってんでしょ。3人で青学の、うん、青学と東大のミスだった、うん、ねまちゃんとうしちゃんと一緒に3人で YouTube、うん、やらせていただいております。スマホカバーとかね。そう。私あとアンナちゃんの陸上部時代の写真の回を見ました。 あ、 ありがとうございます。なんかもうそのまんまでした。なんかそのまま、お化粧とかしてない時の写真って言って出してたんですけど、うん、もうそのまんま、もう可愛い、
ありがとうございます、はい、でもあの時ついてた筋肉は今はなく代わりに脂肪になってしまったんですけど。わかりました。ちょっと代わりに。そうか、いやでもね、そんな中で、ね、山本さんはね、はい、やっぱあったかい、さっきねちょっと寒かった季節ですけど、はい、なんかあったかいもん買ったんですよね。あ、そうなんです。可愛かった可愛かった。あのこのネームプレートをパイソンさん、くもちゃんにしてくれたんですけど。ああ、そうそう、買ったんだよね。正確に言うと買ったんではないのかね。買ったんではなくて、はい、このたあのクリスマスに私友人にチョコレートを、うん、あの郵送したんですよ。郵送してそしたらなんか思いもよらぬお返しが返ってきて、なんかサンタさんみたいな感じで。そうね、そう、ジェラピケのくまさんのパジャマ、あれ本当に可愛い。もうめちゃめちゃこう手触りも良くて。ジェラピケといえばね、あれですからね、もう肌触りがいいですからね、はい、ピケって書いてあったよね。そう、ピケってピケここにもピケって書こうかと思って。いやね、そんなねピケ話がね、なんか分かんないですけど、ありますけど。いやね、そんな中でね、まあ衣替えっていうことでね、なんか今日あれでしょ、アンナさんは髪を、はい、ね、散髪いたしました。散髪したっていう、散髪した、結構切ったんですか。結構15センチぐらい切りました。結構切りましたね。そうなんですね。なんかショートにする勇気はなくて、あ、ボブにしました。なんかロングだと乾かすのが大変で、冬ちょっと面倒くさくなっちゃって、ね、へ、あれですよね、なんかツイッターでね、はい、髪切ろうと思うんだけど、はい、長いのがいいのか短いのかっていうの聞いてましたよね、はいはい、圧倒的にボブが、はい、僕が、はい、人気でした。似合ってるもん、すごく。ありがとうございます。めちゃめちゃ似合ってる。嬉しい。そうなんだね。嬉しいのね、はい、嬉しい。そうですよね、まあ、でもね、そんな中今日初戦ですけど、はい、どうですか、緊張されてますか。緊張してます。緊張するとニヤニヤしちゃうんですよね。あ、本当ですか、はい、全然クールな感じ、うん、いやマスクに隠れて。マスクに隠れてじゃあニヤニヤもニコニコもマスクからにじみ出していきましょう。はい、はいはい、ということで今夜のマイプレゼンテーションのテーマは朗読劇です。お、来た、はい、うん、ジアップルーレットやジアップディクショナリーと盛りだくさんな内容です。今夜もイツコムスタジオタマプラーザから生放送でお届けいたします。それでは今夜のオープニングナンバー、嵐のカイトをお聞きください。
お届けした曲は私山本理沙が選曲しました嵐でカイトでした。今夜も始まりました、 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。ファッション、フード、朗読劇、カルチャーなどを紹介、週替わりのテーマに沿って私たちがプレゼンします。この番組はラジオは FM サルース、 FM 品川、テレビはイッツコムチャンネル10で生放送、 YouTube ライブでも同時に配信中です。またスマホアプリ FM プラプラでもお聞きいただけます。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-saloom.saloos.jp 繰り返します。メッセージは E メールで msg@fm-saloos.jp または FM サルースホームページのメッセージフォームから、イッツコムチャンネル10をご覧の方は画面右下の QR コードからメッセージをお送りいたします。はい、ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。はい、ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネームイサムンさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。アンナさん、リサさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。こんばんは。こんばんは。リサさん、今宮恵比寿で福娘としてのご奉仕お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様。たくさんの方々に服を届けられたと思います、はい、そして初出演のアンナさん、12月5日のキャンパスガールフェスティバルのスピーチでのスプラウト所属報告から1ヶ月、レッスンもあまりしてないと聞きましたが、持ち前の根性で頑張って、そして楽しんでくださいとのことです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。次お願いします。はい、はい、ラジオネーム、ね、ラジオネーム、うん、哲也さん、はい、リサさん、はじめましてのアンナさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。リサさんが宮城の福娘になったということで、改めて六葉に興味を持ちました、うん、というわけで今日は財布を変えるといいと聞いたので、はい、財布を新しくしました。おお、すごい、金運上がりそう。そうですね。俺の金運上げてほしいやつ。はい、次が最後ですかね。はい、最初ですね。はい、ラジオネームターボーさんからいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リサさん、アンナさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そしてアンナちゃん、ラジオ初出演おめでとうございます。おめでとう。アンナちゃんは昨年のミスコンでずっと応援させていただきました。ミスコン大好きなアンナちゃんが自ら出場を決意し、結果見事グランプリ。これぞまさにシンデレラストーリーそのものだと思いました。確かに、ね、シンデレラだ。現代のシンデレラはガラスの靴もね、さっき履いてたよ。確かに、ね、あ、ちょっと、はい、好きこそものの上手なれですね、うん、お見事、あっぱれです、うん、これからもさらなる活躍楽しみにしてます。くれぐれも体調にお気をつけて頑張ってくださいとのことです。はい、ありがとうございます。はい、ね、皆さんね、温かいメッセージいただきましたね、このね、はい、寒空にね。そうですね、今日もありがとうございます。ありがとうございます。では次行きましょうか。はい、はい、それでは早速早口言葉にチャレンジするGアップツイスター。お、来ましたね。今夜も番組スタッフパイソンさんが早口言葉を作ってきてくださいました。はい、ありがとうございます。まあ、作ったっていうか、もう選びましたけどね。今回は簡単ですから。得意ですか早口言葉。あんまり得意ではないので、さっき短い早口言葉にしました。炙りカルビ、炙りカルビ。もう言えないけど、炙りカルビって、はい、今夜はね、頑張って成功させましょう。はい、じゃあ今手元にある、はい、早口言葉をゆっくり読んでみたいと思います。はい、お願いします。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマ。赤パジャマ、青パジャマ、黄パジャマです。あ、はい、これは定番ですね。これはこれは言えないとちょっとあれなんじゃないかな。8000円だからね、簡単なやつにしてくれたんだろうね、このパイソーさんって人は。優しい。優しい。はい、ということでね、はい、いきますか。はい、まずは私からいくので、はい、リズムに乗って頑張りましょう。はい、ミュージックスタート。
聞けるかな、早口言葉。いやドキドキしちゃうね。このリズムが結構大事だからね。大事だから。いつもね入るとこ間違えちゃうしよね。岡田さんみたくね。次ですよね。いきます。はいどうぞ。赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ。おおすごい。これはね先輩としていいねお手本出してね。頑張って。お母さん頑張ってね。はい行くよせーの。赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ。おお。さすがです。あ言えたね言えちゃったよ。ちょっと危かったね最後。危なかったな。パジャマ。パジャマ。結構黄色だったね最後ね。すいません。もうびっくりしたよ黄色すぎて。言えたと思って。言えたやったじゃね。やっぱ一直線だね。いいね。ねリズムも短いからね勢いで。いやはい。よかった二人ともやったね。やった。はいはい、じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたので、はい、このままマイプレゼンテーションに行きましょう。はいお願いします。今週のテーマは朗読劇。今年も毎週第3週目は東邦学園生徒 OB さん台本制作による朗読劇をお届けします。はい、アンナちゃんは今まで演技したことはありますか？高校生の時の文化祭でかじったことがある程度です。それシンデレラ役で白雪姫でした。あ白雪姫、主役じゃん。すごい、すごい。あでも棒読みすぎて笑われました、うん、いやそれもまた味がある。味がある、味がある、うん、いいね。そっか、じゃあ今日はもうパーフェクトですね。頑張ります。では早速物語のタイトルと作者を教えてください。はい、はい、今月の朗読劇タイトルは内緒にしていること、うん、作者は東邦学園映画専門学校小説創作科2年生の秋葉優奈さんです。秋葉さんいつも素敵な物語をありがとうございます。そうですね、ね今回はいつもと思考を変えてるということで。そうなんです、はい、今回は初めてコメディで書いていただきました。おーそうだね、面白いですよ ね、 秋葉さんなんかあれなんだよね、最近あれなんですよね。最近はラーメンズというお笑い芸人がお気に入りで、はい、その影響で今回はコメディを書いたということです。なるほどね、楽しんでいただけたら嬉しいですとということですね。皆、はい、さんからねラーメンズ僕も大好きでね、この間ね小林健太郎さんがあの、引退をパフォーマーとして引退ということで劇作家になるということでありましたけども、うんうん、まあねぜひねちょっと楽しみだなというふうに思っておりますよ、はいはい、では私たちが演じる登場人物をご紹介しましょう。はい、はい、私山本梨沙が演じるのは安田薫、はい、高校生17歳、安田家の長女です。お長女、ね、はい、推しのアイドルのコンサートやグッズを買うためにバイトに明け暮れる日々で、うん、いつも金欠状態が続いている。なるほどね、金欠状態ですね。アンナちゃんが演じるのはどんな役ですか？はい、私尾形アンナが演じるのは安田花、高校生16歳、うん、安田家の次女です。姉の薫にいろいろと内緒にしていることがあります、はい、幽霊が見えたりします。じゃあリサちゃん物語のあらすじお願いします。はい、新年を家で迎えた安田姉妹、バイトも休み特にやることもない二人は時間を持て余している。こたつに潜って話していたがいつの間にか妹の花が内緒にしていたことが明らかになってきます。なるほどね、興味深いですね。興味深い。どんな内緒にしてることがあるのこの花は。花ことね、シンデレラ白雪姫、もしかしたら妻と隠しんじゃないの花は。実は白雪姫っていう、ね、どういう話か聞きたいですよね。はい、はい、では早速そろそろ朗読劇が始まります。準備はいいですか？はい、はい、それでは今年初めての朗読劇、秋葉優奈さんの台本にある内緒にしていることを開演します。新年早々こたつに潜ってだべってるだけの私たち、だらけすぎじゃない？バイトないし学校ないし仕方ないか。あー彼氏の一人や二人いたらお正月も楽しいんだろうな。いや二人いたらダメだと思うよお姉ちゃん。あーカオルって呼んでほしい。カオル？そうじゃなくて彼氏に呼んでほしいの。ああ欲しいな彼氏。というかさ花は彼氏いないの？彼氏？
まあいないよね、知ってた知ってた。いるよ。やっぱそうだよねっているの。うん。マジか、妹に負けるとは。でもさ、お姉ちゃんには推しがいるじゃん。それじゃダメなの。推しと彼氏は違うんです。推しは推すために存在してるの、彼氏は彼氏として存在してるの。へえ、そうなんだ。あー、この暇な時間にバイトすればいくら入ってくるんだろう。缶バッジ、マフラータオル、フード付きパーカー、アクリルキーホルダー、欲しい。お金を、お金をください。お金なら貸してあげるよ。いいよ、妹から借りるとか情けないし。いいのいいの、お姉ちゃんいつも頑張ってるんだから。ほんと？いくらがいい？じゃあ3,000円。オッケー、寝る前に渡すね。ありがとうございます。後で返してくれるんでしょ？返します、返します。じゃあとりあえず今まで貸したの返してもらってないから合わせて3万円だね。もう少し待っていただけませんか？本当返しますんで。いいよ、ありがとうございます。ところで最近さ、結構お金貸してくれるけどさ、それってどこのお金？え？どこから出てくるの、そのお金？あー、 CD が結構売れてて印税が入ってくるから、そのお金。ちょっと待って。ん？印税？何の印税？歌手のだよ。歌手っていうのはその歌を歌う人ってこと？そう。花、歌手なの？うん。知らなかったんだけど。うん、言ってないからね。そういうことはさ、お姉ちゃんに知らせるべきじゃないの？そうかな。そうだよ。そっか。あのさ、花、他にも隠してることない？隠してること？なんで？いや、花ってさ、重要なこと言わないじゃん。前も幽霊が見えるってこと隠してたじゃん。だって聞かれなかったから。でもさ、そういうことって言っといた方がよくない？そうかな。え、絶対そうだよ。ほら、なんかない？隠してること。隠してることか。あ、これは？何してるの、花？みかんに手を伸ばして見てて。え、嘘。は、みかんが踊ってる？どう？いや、どうって驚きすぎて何がなんだか。私、超能力が使えるんだ。知らなかった？うん、知らなかった。まあ、言ってないからね。あのさ、あんた何者なの？幽霊が見えて、超能力使えて、歌手やって。お姉ちゃん、ごめん。私、実は火星人なんだ。あ、そう。ちょっとそこは突っ込んでよ。違うだろってさ。いや、もう何が本当で何が嘘か分かんないよ。演技力高いし。そうだそうだ。まだ何かあるの？私の彼氏の名前、良平っていうの。なんでまた私の推しと同じ名前の人と付き合うの？知ってるよね、私の推しの名前。知ってるよ、ずっと言ってるんだもん。良平くんかっこよすぎる。良平くんやばい。良平くん尊い。語彙力ないんだな私。そうで、だから会ってみたの、良平くんに。そしたら付き合うことになって。待って、ま、ちょっと待って、どういうこと？え、違うだろうって突っ込めばいいの？やだな、お姉ちゃん、本当のことだよ。でも何が真実で何が嘘かわからない。信じてないな。あ、こうすれば信じてくれる？ん？良平くん。ほら、嘘じゃなかったでしょ。いや、もうわかんない。いや、 すごい秘密が暴かれてましたね。え、どうしたの、花さんは？幽霊が見えて、はい、超能力が使えて歌手 で、あと火星人でしたっけ？火星人です人、ね、いや違うだろっていう話ですけどね。いや、まさかのね。いや、妹すごいですね。いや、もう本当わかんないですこれ、うん、もう演技しててもわかんない。そう、ね、おじレモンさんは、ね、推しと付き合うの妹笑われてたけど、確かに妹怖っていうのがね、ふうたさんが来てますね。いや、こんな妹いたら怖いですよね。怖いよね。怖い怖い。
あとお金借りるの3000円でいいのとかねあとケニーさん推しと彼氏の違いが面白いってね笑いって書いてますけどね、うんうんうん、確かにその違いは分かります、うんね、あるあるですよね結構そうなんですね、うんうん、まあでもなんていうんですかこういうなんか内緒にしてることって誰しも人間ありますからね、うんまあ、でもここまで内緒にしたことはないよねここまではなか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 ね。どうでしたお二人の演技は。もう山本さん何回目ですか。私は3回目か4回目です ね, ぐらいですよね。もう常連さんですよね。いや成長できてるんですかね。なんか成長できてますか、ね、それリスナーの皆さん聞きたいですよね。成長できてるかどうか教えてください。大場さんどうですか。この高校生の白雪姫以来ですか。はいどうでしたこのね、でも、うん、楽しかったです。よかった。演じられていたかどうかは置いておいて。いやいや妹感がすごい出てました。妹感出てましたか。ちょっとね火星人感も火星人感出てましたか。橋本環奈感も出てましたあ、 ありがとうございます本当かなって分かんないですけども、いやこうやってね朗読劇もね、うん、こうね演じられるのも、はい、東邦学園の生徒さんね、うん、こうやって書いていただいてありがたいですよね、はい、本当にありがとうございます。特に、ね、秋葉さんはね今日は今度はコメディにチャレンジね、はい、してるということですから、うん、続編が見たいです。あ、続編が確かに見たいね、はい、いらっしゃいますね。そうこれね結構練習頑張りましたからね3回練習しましたから3回練習しました本番前にね、本番前に、はい、いろんなことすっ飛ばしてね練習しました。楽しんでいただけたら嬉しいですよね。はい、はい、ねまあこうやっていや演じてるのもありがたいですね。でもまあこうやってねあの次もね来月もどんな話か楽しみです。どうですか演じてみてこうなんか新たな一面とか出てきます。ここ似てるな私みたいなとこありますか。いやでもどうですかお姉ちゃん的には。お姉ちゃん的には、はい、あでも私はこのあの推しにこう、うんうん、ま、なんて言うんですか一直線な感じは結構わかるので。あ、わかる。そんなになんかもう推ししか見えないみたいな感じではないですけ ど, けど、うん、推しがいる気持ちはわかるので。なるほど、わかります。金欠な感じもわかります。どうですかあの妹役を演じた尾形さんは花の気持ちはどうですか。こうなんか歌手になってみたいとか。ちょっとその気持ちはわからなかったんですけどその冒頭のこたつに入ってだべってるっていうのはすごい共感できました。ね、なるほどね、うんうん、あご兄弟いらっしゃるんですか皆さん。三姉妹なんですか、はい、あじゃあそういった気持ちも分かりますね。分かりますね。あ、はい、山さんはねお兄ちゃんがですね小次郎がね、はい、ワンちゃんねということでね3人兄弟ですけども、はいねはいはい、私たちの演技はいかがでしたか、はい、来月の朗読劇もお楽しみに。それではここでフーファイターズのシェイムシェイムをお聞きください。
お届けした曲は1月の MTV マンスリーリコメンドアーティストフーファイターズでシェイムシェイムでした。ジアップルーレット、才色兼備を目指す私たちアナウンサーにとって、この先紆余曲折予定調和だなんてことはあるはずもないのです。そこでこのルーレットに運命を任せ、出たお題でトークしていきます。ではアンナちゃん、今夜のお題を紹介してください。はい、初恋の話、恋バナ、こたつの話、こたバナ、写真の話、フォトバナ、私の好きな色の話、色花、2020年一番の思い出、おもばな、そして当たりは私たちのツーショットチェキをリスナーにプレゼントします。それでは早速アンナちゃん回しましょうか。はい、お回してください。いいですよ、回してください。もういいですよ、回してください。はい、いいですよ。え、もう、なんで、止めちゃった。止めちゃった。もう一回回しましょうか。はい、じゃあ、はい、回します。もう一回どうぞ。はい、いい、もういいですよ。はい。もういいですよ、いいですよ。もういいですよ。はい、で、グダグダになってすみません。はい、まあね、まあ、当たりでございます。はい、おめでとうございます。やったー。はい、はい、じゃあね、当たりなので当たりですから、まあ、私が好きな話です、まあ、決まってます、はい、初恋の話どうぞ。聞きたい。初恋の話です。初恋の話、はい、初恋は多分小学校低学年の時に、確か席が隣になった男の子で、うん、自分より背が低い男の子を好きになったのが初恋かな。どんなとこが好きだったんですか。なんか小学生だからも隣になったらなんか特別感感じちゃうんですよ。小学生だからでも優しい、すごい優しい人だった。はい、そんな感じですかね。じゃあその優しさに惚れたという、優しさに、はい、はい、小学生ながら、はい、いやでもそういうの覚えてますよね、結構。なんとなく覚えてますね。それあの地元に帰ったらこう会いたいとかするんですか、そのことは。いや全然会わないですね。もう小学校以来会ってない。全然会わないですね。はい、なんだね。まあちょっとね、そういった初恋淡いね。淡いですね。相手はあれ俺のことかなってみんな勘違いしてるかもよ。あれ尾形さん俺のこと好きなのかなって、隣になったことあるぞってなったよね。いやらしいですね。ということでね、チェキ当たりましたけどね、これねツイッターでお知らせしますからね、はい、募集方法は通称とチェキでサイン入りでございますから、ぜひ楽しみください。では山さん行きましょうか。はい、行きます。はい、お、ガラ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 いっちゃうよ。当たるかな。おっと、初恋の話なんですけど、お山さんは2回目ですから初恋が。そうなんですよ。ということはこれ当たりです。ダブルだ。ダブルってことは2枚チェキプレゼントですので。やったー。はい、皆さんですね、チャンスが2回ですから、はい、いっぱい応募してくださいね。お待ちしてます。はい、お待ちしてます。ということで、こちらの方何の話しますか。どうしようかな、うん、写真の話か好きな色の話、どっちが聞きたいですか。お母さんどっちが着たいですか。色が気になります。色ですね。好きな色お願いします。はい、私は好きな色、今は青とか黄色が好きなんですけど、うん、幼稚園の時に好きだった色の話を思い出しまして、はい、紫が好きで、紫、はいはい、なんか幼稚園の頃って紫すごく特別感あるの分かりますか。分かります。でなんか私の周りではみんな女の子たち紫が大好きで、クレヨンも紫だけ減ってたんですよ。あ、そうなんだ。こんな短くなって紫ってなんか宮脇宏さんのイメージがあるから、なんか神秘的なイメージがあるよね。あ、そうなんですかね。なんか特別な色って感じがしてすごく好きだったんですけど、あの紫といえば私小学校3年生から眼鏡をかけ始めたんですけど、はい、5年生で紫色の眼鏡をかけてたんですよ。なんかおしゃれじゃん。おしゃれ。なんか縁の太い紫の眼鏡だったんですけど、うん、なんか変わった色にしたいなと思って眼鏡屋さんに行って、うん、はい、でも赤だとあの山ちゃんって言われるかな。なるほどね、はい、分かるかもしれない、はい、その結果こう自分に一番
似合うかなって思った紫色にしたんですね、うん、いいじゃないですか、はい、うん、でも結構今ではそれが黒歴史みたいな感じになってて、そうなの、小学校の小中一緒だった友達とかには結構未だにその話を持ち出されて、こう笑われたりもする。あ、そうなんだ。でも私は結構誇りを持ってその紫色の眼鏡をかけてたので、いい、ね、もうただの笑い話なんですけど。いや、とても良かったですよ。はい、ぜひね、またこの大学生だったら、大学生ですからね、はい、紫のメガネチャレンジ。そうなんです。もうね、今だったらもうおしゃれにできるかな。おしゃれにね、おしゃれにね。忘れちゃったけど、おしゃれにおしゃれに、はい、できるかなということでね。はい、楽しみでございますね。はい。はい、ジアプロリと楽しかったですね。はい。リスナーの皆さんに私たちの新たな一面を知っていただけたら嬉しいです。はい、それではここでパニックアットザディスコでハイホープスをお聞きください。お届けした曲は私尾形アンナが選曲しました、パニックアットザディスコでハイホープスでした。Gアップディクショナリー。アナウンサーのスキルアップのため正しい意味を知らないといけません。そこで今夜は辞書に載っている言葉の解説を3つ言いますので、その言葉を当てましょう、はい、クイズは3問、早押しクイズですね、はい、2問正解したら勝ちです、はい、負けた方には罰ゲームとしてモノマネをリスナーの皆さんに披露していただきますよ。みんなアナちゃんのモノマネが見たいはず。というわけでですね、今回の言葉は1月に関係ある、お題になりますので、はいはい、それでは準備よろしいですか。はい、はい、それでは第1問 G アップディクショナリー、ヒント1、牙城年始状という、お、早かった尾形さん、年賀状、正解でございます。一問先週尾形さんでございます。やばいやばい。それでは続いて第2問 G アップディクショナリー、
ヒント1、脇の下が縫い合わさってない袖の長いもの。早かった。山本さん、振り袖。よし、1対1ですよ。これサドンデスでございます。それでは最終問題、第3問、 GF ディクショナリー。ヒント1、丸めたり平たく。おっと、早かったのが尾形さん。お餅。正解です。お餅でございます。ということで、ね、勝者は尾形さん。負けてしまったのは山本さんです。山本さん、はい、モノマネを披露しています。どんなモノマネを披露していきますか。前から練習してた鶏のモノマネをします。お、鶏のモノマネですね。じゃあ山本理沙さん、カメラ2に向かってですね、うん、はい、思いっきり鶏のモノマネをどうぞ。いきます。いやー、素晴らしいコケコッコでしたね。そっくり。ちょっとでも今日ちょっと調子悪かったです。調子悪かったね。ちょっと絡んじゃった ね、はい、ちょっとね、やっぱね、さっきね、本番前に鼻かんでたんだけど、まだまだね、はい、ということでね、山本さん、尾形さん、これで言葉に詳しくなりましたね。はい。それでは次回の G アップディクショナリーもお楽しみに。それではケラのB ブルーをお聞きください。今夜のラストナンバー、ケラでB ブルーでした。アンナちゃん、初出演は楽しめましたか。楽しかったです。後半やっと緊張が取れてきました。そんな感じしました。そんな感じしましたね。最初は頭が真っ白でルーレットもちょっとうまく回せなかったんですけれども、さっきあの手で止める人初めて見たって。まあね、手で止める、まあでもね、わざとじゃないですから、うん、ね、もちろん。いや、よかったですよ。とてもね、楽しげで、はい、クイズもね、はい、もう正解もできましたしね。勝負しに行きました。勝負しお餅とお餅と、すぐ分かりましたか。初恋の話も聞けましたし ね、 ねちょっと記憶が曖昧で申し訳なかった。いやいや、曖昧な話になってしまった。いい、まあ、初恋なんてね、甘酸っぱいか曖昧かどちらかですか。どっちか、甘酸っぱい。めちゃめちゃいいこと言います。ちょっといい風、いい人風に言ってみました。はい、ではそろそろお別れの時間ですね。はい、あ、いや、そろそろお感じで、これね、公式ツイッター言わないとね。はい、ここですよ。すいません、皆さん、この番組には公式ツイッターがあります。私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますので、ぜひフォローしてくださいね。はい、来週の出演者もツイッターでお知らせします。アカウントはアットマーク G アップスプラウト、繰り返します。アカウントはアットマークGアップスプラウト。また YouTube ではこの番組の動画、この番、すいません、この番組の動画がアーカイブされています。 YouTube で G アップスプラウトを検索してください。はい、
最近は寒くなってきましたね。そうですね、はい、あとね共通テストでしたっけ、これがね始まって受験もあるまで、うんうん、学生さんにねやっぱね皆さん大学生ですから、そうですね、頑張ってほしいですよね、はい、学生時代どうでした？あ、学生時代受験の時とかは雪とか降ったりとか大変なことはなかったですか？私雪は降らなかったですね、うん、あ、降らなかった一緒か一緒だ浪人そうだ浪人、でもねいろんな思い出が詰まってますからね、そうそう、頑張ってほしいですよね、頑張ってほしいです、一緒に2人でね、はい、応援してます、はい、今夜のお相手はセントフォーススプラートの山本理沙と緒方杏奈でお送りいたしました。それでは皆さんさようなら。この番組はチャンネル銀河、MTV、他の提供でお送りしました。